メジャーさんにダメって言われたので一緒に行こうとしたよね。そう、去年ね、まだ今ほどは仲良くなかったんだけど、いちごに誘われてフラワーフェスティバル誘ったみたいな、やめて。え、いちごは誘ってきたんじゃん、覚えてるよ。なんか誘ってきたけど、なんか多分恥ずかしくなったんかしらん、なんか送信取り消しして、で私が何やったって言って、で配信見とってみたいな。そうそう、なんか一応がなんか誘ったけど返信がなかったから消したみたいな言ってて、返信してあげて、かわいそう。違う、気づいてなかったんよ。頑張って頑張って誘ったんだ。そう、勇気を出して誘ってくれたらしいけど、そう、あの、あー、ありがとう、あーあー、はい、そう、いちごちゃん、あ、食べた今。うん、食べてない。え、ガラ見た見た、なぎちゃん見たし、先輩方のも見た、ね、いらない、いらない、珍しい。お母さんにね、あの、塗ってないとね、そう、顔色めっちゃ悪く見えるって言われた。じゃあ塗ったらいいじゃん、めんだい。そう、去年いちごに誘われたけど、いちごは送信取り消しちゃって、私が問い詰めた結果、実は誘ってくれてたってことを知ってじゃあ行こうってなってたけど、結局マネージャーさんに、あの、ダメですって言われて、ふーんってなった。はい、そう、いちごちゃん、そう、あ、決済完了、ありがとう。そう、チェキ会昨日からね、あの、チェキ会の受付もそう始まったから待ってます。またツイートもしよう、また衣装3つ用意しようかな。まだでもコスプレとかができんのがさ、辛いんやけどね。そう、そう、誘った記念日、そう、え、あれ何日のフラーフェスティバルに行く予定だったっけ、 なんか何日間かあるじゃん。そう、誘われたけどね、そう、ブーンって感じだった。あ、そう、僕隊もあるからぜひ来てね。強調しないで。そう、うん、そうなのよ。そこは多分緩和されてない。そうなのよ、お話し会の髪型とか服装は多分今までと変わりないと思う。そう、え、チェキ買った、ありがとう。そうだね、チェキ前よりも少しお値段上がってるみたいで、そう、無理をなさらないように。本当に今どっちから誘うことが多いの。でもいちごはインドア派じゃん、結構。だけど私がアウトドアだから、外出かけるっていうのは私が誘うことが多いかも。でも家来てっていうのはいちごがよく呼ばれるかも。その時から、そう、いちごちゃん私のこと大好きだったみたい。違うよ、そうなの、そうなの、お話し会もチェキも公演もいろいろあるから、そう、楽しみ。5月はいろいろあるよ、お台場があったりね、あの、公演があったりね、チェキもあるし、嬉しい嬉しい。お話し会はまだ始まらないけど、そう、あ、去年はサミットあったから1ヶ月遅れだったのか。なるほど、うん、じゃあまだ1年経ってないのか。うん、うん、鼻がムジムジする、すごく。ああ、ありがとう、たくさん。今日はね、夜がね溶けすぎやろ夜がね、配信をするのはいつもぐらいの時間にする予定だけど、なんかそのお仕事が、あの、大いに長引く可能性がとてもとても高いのであの、念のためしてきます。もうできなかったら怖いから。この間チケット1枚使っちゃったし、だからこの時間にしてる。できそうならちょっとだけでもします。そう、保険で、これから、そう、これからお仕事だから、そう、そうなの、そうなのよ今年3期生、あ、出ると思った、残念、出られなかった。もえ、どのグループの方だっけ。のどのあ、そういうこと、うん、どこの方だっけ。して、え、わかるよ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 、ねね、卒業発表、 SK さんも最近なんかちょくちょく聞く、ねね、オッケー。そう、3期生は肉フェスの方に出るから。そうなのよ、どうせしてないです。今日はこの後にお仕事だから、お仕事行く前に配信をしたくて、1日5日に早めについてたから、ここからしてるの。
チュゴはご飯食べてる。そうだ、今日お誕生日おめでとう。そうだそうだ、ブレイクラギさん誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアブレイクラギさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。いい一年にしてください。今年も思い出を作りましょう。ケツです。あ、ケツの方か。え、いつ発表されたの？すぐ今さっき、うん、時間がない公演、9月末。あ、時間がない公演で発表されたの。そうなのね。最近さ、もう時間がない、うん、もう時間がない公演するよ。よく言ってるね。今日も時間ない公演だから、うん、やばいよ普通に、ね、どうする？それな、時間ないよね。あれも、もうなんて、お台場の方も時間ないよね、本当に。時間がない公演ですよ、本当に。本当に時間がない。ないです。時間がない公演。SKさんで、卒業発表されたみたい。獣医さんが最近昇格されたね。忖度だよね。忖度。ほら。ゲームが甘くしてあるってこと？うん。日輪島は知らない、見たことない。そう、東京ちゃんリベンジどうでしょう。危なっ。危ねえ。ねえ、危ない。それはそれはネタバレになるからね。だから危なっか言っても選んでないからいいんだよ。お台場のネタバレになるからね。その音源を流してしまったら、あなたは流せないからいいんだよ。本当にダメだよ。あ、チェキありがとう。始めないかも。そうなのね。あ、今ちょうどフラワーフェスティバルのステージ終わった。そうなの？え、そうなのね。17時55分から開始予定だったけど、遅れてたんかな、それか1時間してたんかな。そう。いや、飲んでません。これからお仕事です。まず年齢が無理です。そう、鼻歌もそう、注意。いちごはよくね、鼻歌をそうやってるから、そう、怖いです。ダメよ、ダメ。注目されちゃうか。でもなんかさ、前なんかの時にさ、うん、危ねってなったけどさ、うん、ちょっとオタクすぎて普通にさ、うん、普通に歌っただけだと思われてた。あー、なるほどね。悪くない。わかるわかる。今日は15分だけするや。そう、オンライン、いや、来てくれるだけで嬉しいわ、ありがとう。そう、あ、うん、時間ないめっちゃ歌う。え、そうなんだ。MC あんまりなしでぶっつけでやってたかな。ラフェスティバルは何やったんだろう、気になるくない。クロちゃんをキュンキュンさせた王らしい。え、ね、クロちゃんさんと写真撮ってたよね。クロちゃん3期生の、3期生のね。でもそれは違うわ、それはあれだ。酒井さんたちだ。お兄ちゃんって言おうと思ったけど、ライブカメラで声だけ聞いてた。お、そうなのね。そう、え、そう、恋ラジステージにね、クロちゃんさん出られてたみたいでね。そう、フラワーフェスティバル公式お兄ちゃん。私はクロちゃんさんの最寄りも住所も全て知ってます。全て知ってます。簡単。そう、ピーってなっちゃってたけど、番組ではさすがにピー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 って。カオルさんとミユキさんの子。それお父さんとお母さんの名前。あっ、アケヒトさん。そうそう、安田大サーカスのクロちゃんさんの住所を知っている。あ、番組のね。そう、クイズだ、クイズで。その特定したとかじゃないよ、さすがに。怖い怖いね、踊らないで。なんで？もしそれがさ、映ったらさ、何をやるか分かってしまうじゃないか。映らないから。そう。うわ、こっち？あ、待って、もう時間だ。誕生読みしよう。じゃあ誕生読みして終わりましょう。からのこっちか。15分の出たら。17位からいきます。17位、高菜を、あっと、ゆいにゃしかやおさん。ありがとう。16位スンクジラーさん、15位福太郎アットヤミズさん、14位キヨニーさん、13位タカシアットつまみーさん、12位ももじろうアット 162.1cm 女子しか勝たんさん。
じゃあお母さんも大丈夫。そうだよ特定すぎるやろさんなの。11位エイタンさん、10位ヤオタとつまみーさん、9位ワンタさん、8位ラベンダーラベンダーバージョン KA さん、7位ヨシミさん、6位ヤマシンさん、トップ5、5位トマトさん、4位レグラスさん、3位スプマンテさん、2位ナルミ、あと3位牛丼大学卒さん、そして今日の第1位はで、なんかもうできない。今日のランキング1位はおかっぴさんです。ありがとう、おかっぴさん、ありがとうずっとリコちゃんアバターなのに愛を感じます。すごく私もこのアバター欲しい。そう、今日は分かんない。そう、okay. 今日の夜の配信はお仕事の終わる時間次第、終わる時間が予想がつかないから、そうだから、ね、はい、頑張ってきます、うん、これやばい、これやばい、ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃんできるけど、そうできない可能性も多いんやりって感じだから、よろしくです。これからお仕事に行きます。はいはい、やだ、頑張ります。誰、そうそう、そう、このアバター持ってないの私。テロップまであと3分、まだある。どうしようね。そう、15分テレまでする。これからそう、いちごも一緒だから、そう頑張ろうね今日も。無理うん、お茶だよ。今日フラワーフェスティバル先輩方何されたんだろう、気になる気になる。そう、お台場本当に近づいてきた。え、昨日そう七並べもできて嬉しかった。七並べ今自分のランキング3位ぐらいにいる。2位だったけど抜かされました、高橋さんに。そう、あ、行きここやったの。そうなのね、鼻垂れとかもしたんかな。え、いちごと当たった。お、いいね、いちごと同じタイミングで押してた。そう、何のお仕事かは言えません。そう、こんばんは、こんばんは。お仕事の内容は基本的にいちゃいけませんなので。そう、マイクで、ね、あ、チェキゲットしてんの、いいね。何のチェキなんだろう、タイミングが良ければ私ともいちごとも当たる可能性があったね昨日は。でもまたすると思うから。そう、今回第77回のさ、その推しイベだからさ、ちょっとそう、私はトップ10には入りたいなって思う。あ、ベレー帽のやつ、あれかな、文学少女かな、うん、のやつか。なるほどねそう、鬼滅始まった、今やってるの違うよ、今日と明日は、うん、あのなんか前のやつの、うん、まとめみたいな、だからまだ新作じゃない。うん、なるほどねガチ勢いて死ぬ。そう、ベレー帽のいいね、文学少女のいいよね。チェキ、チェキいいよね。七並びのチェキって普通のよりも大きいからね、素敵。そう、いちご詳しいんよ、鬼滅、鬼滅は私でもちょっとしか分かんない。まだまだやな、アニメあんまり、あんまりそんな見なかった、漫画派だった。鬼滅漫画なら見てた、アニメあんま見てないかも。え、そう、昨日になる、そう、安住さんの100位になってた。一番いい時80代まで行ったけど、そう、100位まで落ちてた。その前見た時は98だったのに。そうなの。え、あのサイズのチェキだった、確かにチェキ買いでね、いろいろかけるのにね。あ、15分のが出たので私はそろそろ行ってきます。何してんの、いちご、いちご変顔してくる、なんか、うん、じゃあ私はなんで普通の顔してんのに変顔とか言ってくるの、悪口で。もうちょっと静かにして終わるから、あなた、はい、じゃあ今日これからお仕事頑張ってきます。あー、じゃあ行ってきます、バイバーイ。夜はできそうだった、やるよ、バイバーイ。